旧旅こと塾 YouTube をご覧の皆様、こんにちは。指揮者の静間圭介です。ただいまご覧いただいた動画はですね、イタリアのクレモナという町の塔の上でバイオリニストの横山玲奈さんが演奏した時の動画でした。本日もその横山玲奈さんの妹である横山亜美さんにお越しいただいて、クレモナの町の魅力などについてお話をお聞きしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。最初に、前回の動画でですね、横山亜美さんには活動についての自己紹介していただいておりましたので、まだ前回の動画を見ていない方はぜひ前回の動画も、ご覧ください。バイオリン博物館の、ね、写真もいくつか紹介していただきたいと思います。はい、これはちょうどバイオリン博物館の中でその楽器を作っている工程はこんなんですよっていうふうなちょっとしたデモンストレーションの場所なんですけど、これ映像がね、左から順々に動いていて、で例えばこの左側の、部分が、楽器の中の枠、作っていく時の最初の土台みたいなものです。だから最後楽器が出来上がった時は取り外しちゃうものなんですけども、それが、ここからスタートしますよっていう紹介が書いてあるんですね。ちなみにバイオリン博物館はこのいろんな言語の、対応していまして、案内係の方が日本語のこともできる人もいらっしゃいますし、別の言語もっていう、そういう通訳者もいらっしゃるので、そういう案内とかに関しては言語も、楽しい案内があります。でもう一枚、これもそうなんですけれども、このようにして作ってますって映像で紹介しています。それからこれはある楽器です。よく見るとバイオリンのその裏側にちょっとした模様がうっすらと。そうですね、これは確かその貴族さんの紋章とかそういうのが入っていたんですけども、古くなってちょっと取れてしまって、でそういうその名器ですね、1600年代とかその頃の楽器をしっかり紹介してあるんですよね。でこれ暗いのもあまりこうたくさんのライターというと楽器にあまりこう消耗させることになるので、あえてこう暗い場所に置いてある。でもこの中にある楽器を姉が弾いたりとかねしているわけですね。今日はこの楽器でこういう聴衆が来られるから30分この音色を聴かせてくださいっていう仕事をしているんですね。展示されている楽器の音色を聴く時のデモンストレーション、コンサートで演奏されているんですね。はい、そうですね。でちなみにその私が実際に姉と時ですね、その時はまだ留学として、行っていた時だから2013年ぐらいなんですけれども、その時にこれこの写真ですね、バイオリンですね、こう普通に見るとなんですけど普通のバイオリンですけどもいわゆる大変なメイクなんですけども、これをですね私がこう、家族、姉の妹ということで特別に控室に入らせてもらってて、普通だったらそんなに行けないんですけれども、でちょっと姉と見させてもらった時に、すごいこんな綺麗な頭なんだなとか眺めていたんですけども、ちょっと冗談めかしてデラっていうかねこんな風に話していたりとか、姉が結局楽器を渡されてから本当短時間しか試奏できないんです。試して練習するという試奏ですね。で30分ぐらい触って2回楽器返して、で本番前にもう一回楽器を出されてちょっと触ってからも本番30分だから限られた時間で、しかもそれを毎回楽器が違うわけですね、この仕事に関しては、ね、もちろんこの楽器は何回か弾いたよとかこっちの楽器はねっていうことはあるんだけれども、コロコロ変わっていくその楽器に適応して弾くっていう能力に関してはもうね、これで鍛えられたといっても過言じゃないんじゃないかな。そして責任がね、そうですね、手元に毎回置く単位の楽器があってそれを人前に弾くっていうのはやっぱり独特な、ね、感覚だと思います。それを私は間近でねこの時にさせてもらってました。はい、ちなみに今お姉さんの写真で演奏してる楽器の制作者はこれはストラディバリーです。アントニオ・ストラディバリー、はい、いわゆるストラディバリーです。そうですね、ですね、はい、ありがとうございます。はい、こんなね、楽器博物館もですね多分世界で上物にしかない博物館で、ぜひ皆さんも行ってみていただけたらと思います。次はですね観光名所というわけではないですけど、どうやら、クレモナにはとてもにぎわう、
市もあるということで、次の写真。はい、この写真ですね。クレモナーという街は、それこそあと俺の演奏をしている映像を見た方は、街に誰もいないこう姿というか、街の姿を、印象に持たれている方多いんじゃないかなと思うんですけど、あのクレモナーってすごく不思議で、誰もいない時と、どこから湧いてきたのこれだけの人っていう時と、落差が激しい。で、これは本当にどこからっていうような対象で、そう、あの本当にたくさんの人がずーっと現れる。その瞬間というのが、こう限られた曜日にしか開催されない朝市、メルカートっていうんですけど、まあ、市場っていうね、あのやつ、例えばスーパーマーケット、あれをそのままイタリア語ではスーペルメルカートってやるんですけど、そのメルカートだけ持ってきた市場、これが朝市のことを直接指すんですよね。で、この朝市の時は、あのちょっとね、向こうの奥の方、建物のすぐ近く、屋根とかもね、見えると思うんですけど、もう本当に食品とか、まあ、チーズとか生ハムとか、もう切り売りとか、量り売りであったりとか、野菜とか、その日常のね、あの食べるものをたくさん売ってたりとか、で、朝の6時半か7時ぐらいから、わーっと集まりだして、まあ、移動してこられる。で、それでだいたい昼ごろぐらいまで、このにぎわいが続く。とにかくこの時はあの、まあ、もちろんこの手前の方々机にね座って朝ごはん楽しんでる人たちもいれば、もう市場を走り回ってこういろんな買い物してる人もいる、ごった返しの中、あのそんな環境なんですけれども、この朝市というのはなかなかね、あのうろうろするの楽しいんですよ。もう一枚ちょっと写真があるんです。これはね、なんか男の子がね見てて、これ美味しそうなお菓子がね、なんかこれちょっと色的にどうなのと思うかもしれないんだけども、グミとかね、そういうものを、これも量り売りで売ってるんだけど、あのまず眺めてるだけでもすごく楽しい。あっちこっちからね、わーっと喋り声も聞こえてくるし、こんな中で屋台チックなねお店もその時間にダーッと出てきていくので、で、あのもちろ ん, あのなんてお菓子もそうだけれども、あの私がやっぱりすごく好きだったのはチーズ売ってる場所で、あのチーズって言ったらそれこそね、あの牛乳からできるものイメージは強いかなと思う。水牛とかあのヤギとか、そういうおじいちから作られたチーズとかを、うわーチーズのチーズしか売ってないあの店もあるわけで、それをね、まあ、やっぱりちょっと食べたい、だから 100g とかほんのちょっとで別に買える、ね、あと向こう安い、ね、そういうのをうろうろ見ながら、まあ、何も変わらなくてうろうろするのは楽しいし、ちょっとね、こうやってあの勇気を持って買ってみるのも楽しいです。あとは骨董市とかたまに、あの数は少ないんですけれども、あの古き良きものがたくさん並んでる朝市もあったりするので、それだけでも、ね、クレモナも楽しいんじゃないかと思います。住んでる人、住んだことがある人ですよね、ちょっとわからない、同じ地面かなと思うんですけど、そういった時期を狙ってやってみるのが面白いかもしれないですね。あとは最後にもう一つご紹介いただけるのが、これは移動遊園地。そうですね、はい、写真ということで、移動遊園地というと日本で住んでるとあまり、イメージが湧かないなと思うんですけども、どういったものなんでしょうか。まず遊園地と移動っていう言葉の組み合わせがねちょっと今では珍しいかもしれないんですけど、大体クレモナの方だったら、クレモナのちょっと郊外の方に、まあ、広々とした敷地があるんですけど、そこに、大体6月から8月かな、何ヶ月以上にわたってずっとあるんですけれども、ルナパークって言うんですよね。で、そこの、移動遊園地の現れ方も面白いんですけども、言うたらトラック、大型のトラックで普通に走ってくるんだけど、それが開かれるとその中にたくさん遊具がダーッと出てくるんです。で、よくよくこの写真も奥の方を見ると観覧車ね、ちっちゃいけど観覧車あるんですよ。で、手前にいろんなテントもあるのも、これ普通に食べ物って屋台だったりとか、なんていうのかな、いわゆるメリーゴーランドチックなものもあるんだけど、私の印象ですね、まあ、絶叫系も含めてですよ、日本よりかちょっとアグレッシブなんですよね。例えば海賊船みたいなこの動きも、なんかここまで行くのみたいなとか、あと、面白かったのが、普通ね、絶叫マシンだったらしっかりガッとされるじゃん。でもそれをあえてそんなに振られてるのにもかかわらず、檻って言ったらいいのかな、
檻に入って閉めて手で踏ん張った後そのままベルトすらないとかそんな遊具もあって今ちょっと分かんないですよ。この写真撮ったのはもう何年も前のものなので、ただちょっと日本よりがアグレッシブなものを楽しみたいという方はちょっとぜひ行ってみていただきたいかなと思います。あとは、向こう日本のゲームセンターにあるようなものもここに流れ着いて、そういうゲームセンターチックなコーナーには懐かしいゲームをちょっと置いてあったりとかね、そういうのも楽しいですね。ヨーロッパのね、遊園地は確かにちょっと安全性に関しては、ちょっとね、日本がね、やっぱり安全すぎるのかもしれないですよね。ちょっと心配になるような、でも事故は起きてないのかな、そう、そんなものがあったりはね、しましたけど、こんな形で、サーカスじゃないですけど、遊園地もやってくるっていうのがね、面白いですね。今日はですね、横浜亜美さんにクレモナの見どころや観光地についてですね、いろいろお話を伺ってきました。この後ですね、横山レナさんの動画、病院の上の演奏や塔の演奏の動画を作成した、クレモナの PR 会社である、プロクレモナという、団体の皆さんからのメッセージ動画もありますので、そちらもご覧ください。Sono Filippo Mondini, fondatore di Procremona, un marchio con il quale cerchiamo di raccontare al meglio la nostra città. In queste settimane in cui abbiamo affrontato il Covid-19, abbiamo cercato di farlo narrando comunque la bellezza e l'arte di Cremona. Per farlo abbiamo avuto la fortuna di avere Elena a collaborare con noi e abbiamo cercato di trasmettere un messaggio di speranza a tutto il mondo. Siamo contenti che le immagini della nostra città abbiano fatto il giro del mondo, arrivando fino in Giappone, e speriamo che queste immagini possano essere un incentivo per voi per venire a visitare la nostra città. E oggi sono violinista di Yokoyama Ami-san di italiano Cremona という街の魅力や見どころについてたくさんお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね。阪急タピコトリズムではですね、今後もですね、私の音楽鑑賞講座やまたセレナミルクオフィス主催の、コンサートなども行っておりますので、そちらもぜひとも、足を運んでいただければ嬉しいなと思います。また、概要欄の方にですね、横山レナさんのクレモナでの、病院での演奏、また塔の演奏のリンクを貼っております。そちらを見ていただけますと、広告収入がクレモナの病院に寄付されますので、ぜひともそちらもご覧ください。またバイオリニスト横山亜美をもっと知りたいと思ってくださった方がもしいらっしゃいましたら、概要欄の方にですね、私の情報に関してのアドレスを載せてありますので、ぜひクリックしてご覧ください。それでは、最後に横山亜美さんの演奏でお別れしたいと思います。